さあ、今回はイカと青ネギの中華炒めを作っていきます。イカは切り込みを入れ、食べやすい大きさにカットしておきましょう。口当たりを良くするために塩、酒、片栗粉で下味をつけてさっと茹でたら取り出していきます。軽く水分を拭き取ったら、熱したフライパンにイカを戻し、すりおろしたニンニク、細く切った生姜、調味料、仕上げに青ネギと白ごまで簡単本格中華の完成。詳しいレシピは概要欄で。さあ、今日はですね、簡単に作れちゃう本格中華、イカと青ネギがありますが、まずこのイカ、ちょっと厚みがありますからね、まずはこいつを切っていこう。で、これまた半分に。さあ、ここから切り込みを入れていくので、切っていくときにですね、滑っちゃうから、ちょっとペーパーをこういうのを使って上に乗せて切り込みを入れていこう。さあ、切り込みを入れてあげることによって食べやすくなりますからね。向きも変えてまた切っていきましょう。よし。さあ、このように切り込みを入れました。そしたら、ここから食べやすい大きさにカットしていきますか。こいつをまた切ろうか。よし、バッチリだ。そしたら、切った後は口当たりが良くなるように下味をつけていきます。さあ、で、ここでお湯も熱湯もね、用意しておいてください。よし、ここにもう簡単に塩ですね、塩とあとお酒、臭み消しになるね。それから片栗粉、よし。では、こいつをこの中へ。さあ、さっと茹でていきましょう。さあ、さっと茹でましたら、ここでザルとボウルが必要だね。よし、ザルを用意して、ボウルは、よし、ペーパーを、よし、さあ、この後炒めていくので、水分はね、これで拭き取ってあげましょう。さあ、ここでフライパンを熱しておいてください。よし、サラダ油ですね、熱して。生姜なんですが、こいつをスライス、これらを並べ、細く切っていこう。うわ、すごいいい音だったね、今。誰も乗ってくんないの。急に無口になっちゃった。さあ、イカをね、炒めていきましょう。さあ、切り込みも入れてあるし、さっとね、茹でてますからね、火通りは早いです。よし、じゃあ、ここにすりおろしたニンニク、それから細く切った生姜、ニンニクと生姜の香りが一気に広がったね。じゃあ、ここで青ネギなんですが、
よし、結構今日は使うよ。簡単中華だからね、気取らずにこいつを簡単にこのように切っていく。さあ、塩と胡椒、それからガラですね、粉末。そしてこいつがね、青ネギを。さあ、ネギを入れたら、ね、火の通りが早いですからもうさっとで、あとは少量のお酒。もうこれでバッチリだ。よし、もうこいつはもう本当に白いご飯が欲しくなるね。いい食感に仕上がってると思います。香りがいいな。この切り込みを入れたからこうくるってなってるのがいいよね。よし、じゃあとどめの白ごまだ。うん、いい感じ。シャレじゃないよ。よし、できました。完成だね。イカと青ネギの中華炒めの完成です。良い一日を。